スローロリスは、霊長モクロリス科に分類される、スローロリス属の構成種の総称。バングラデシュ、アッサムからベトナム、マレー半島、ジャワ島、ボルネオ島などに分布。丸い頭で、鼻は濡れており、耳は小さく厚い毛に覆われ、顔は平たく大きな目を持つ。尻尾は退化している。夜行性で、樹状生活をする。 一般的に常緑樹林に生息しており、密な林間の連続した熱帯タウリンに好んで生息する。同サイズの哺乳類と比べて、スローロリスの代謝は極めて遅い。樹液、過密、果物、昆虫、小鳥等を食料とする。スンダスローロリス N 空間具の英名スンダスローロリスは、この種が発見されたマレー諸島西部のスンダ列島に由来する。 グレータースローロリスと呼ばれることもある。インドネシア語で、内気なを意味する○○と呼ばれることもある。他にも、本種を指す故障として、ブックング、コロメソンがある。クスクスと混同され、クスクスと呼ばれることもある。マレーシアでは、コンコングやケラズクと呼ばれることがある。タイでは、リングロムと呼ばれる。この言葉は、英語で表現すると、 ウィンドモンキーとなる。頭道町は約26.5から38センチメートル。体重は約0.4から2キログラムである。尻尾はなく、体の背面は淡い肺褐色から暗い赤褐色。覆面は白色から灰色である。首から背中にかけて黒い線が走る。目が大きく、その周りには暗色のリングがある。 鼻から額にかけては白く、口頭から背筋に沿って暗色の島がある。ベンガルスローロリス N ベンガレンシスの灰色っぽい毛皮に比べて N 空間具の毛皮は茶色みを帯びている。レッサースローロリスに比べて顔の白い部分が少ない。ただし生息する地方によって形態の変動がある。スローロリスは大抵手足を3本以上使って枝につかまっている。 ベンガルスローロリスと異なり、N 空間具の私有の体格差は、あまりない。尻尾はずんぐりとした、痕跡器官に対化しており、毛の下に覆い隠されている。中指が短く、握力が強い。他のロリス類と同様に、スローロリスは、腕の下の線から強い匂いのする液体を分泌し、他の個体とのコミュニケーションに使用している。俗名、ニヒテシーバースは、 夜の猿の以下の原生種の分類、は妙、英名は、日本モンキーセンター霊長類は妙、変算ワーキンググループに従う。スローロリスは1785年に、オランダの一種であり、博物学者のピーター・バダルトによって、タルドグレーダス・ク間カングという学名で、初めて記載された。しかし遡る1770年に、オランダ人、アルナウト・バスマールによって、この種は、 怠け物の一種として記述されていた。バスマールは、スローロリスニルペレスズ・ペンタダクタリー・ジュベンゲール、という仏語名をつけた。しかしバダルトは、後に、この種は、ロリス類に分類されるべき種であると論じた。1800年から1907年までに、本種以外のスローロリス属の種がいくつか報告された。霊長類学者のウィリアム・チャールズ・オースマンヒルは、 彼の著作プライメイツ、コンパラティブアナトミータクソノミーにおいて、それまで発見されていたすべてのスローロリスを一つの種ヌ空間具に統合した。1971年にレッサースローロリスを独立種として分割し本属を2種とする説が提唱された。2001年にスローロリスエヌ空間具からベンガルスローロリスエヌベンガレンシスを分割し、 本属を三種とする説が提唱された。2010年に N 空間部から亜種であった N ジャバニカスと N メナジェンシスを分割し、本属を五種とする説が提唱された。種の分類は、体の大きさ、毛色、頭の模様といった形態的な違いを元にしている。イギリス人動物学者のオールドフィールド・トーマスなどは、模式標本として使った個体にはいくつか。 不明瞭な点が存在すると指摘して、タイプ種の設定に疑問を呈し、代わりに N ベンガレンシスを模式種にすることを提案している。この種は 2N イコール50の染色体を持ち、ゲノムサイズは3.58ピコグラムである。X 染色体、Y 染色体以外の染色体のうち22はメタセントリック染色体で、26はサブメタセントリック染色体。 アクロセントリック染色体はない。X 染色体はサブメタセントリック染色体で、Y 染色体はメタセントリック染色体である。スローロリス属の系統学的関係は、ミトコンドリア遺伝子マーカーである D ループや、シトクロム B 遺伝子から導き出した DNA の配列をもとに調査されている。同時に、それまでの形態学的分類は、 分子生物学的手法によって得られた進化的な関係と一致しているのかどうか確かめられている。分子生物学的な調査の結果より、それまでに確認されていた系統は遺伝学的に異なっていた。しかし N 空間具とベンガルスローロリスの遺伝子は比較する個体によっては、同種の個体よりも N 空間具とベンガルスローロリスの方が遺伝学的に明らかに、 近いことがあった。この現象については、二種間に遺伝子移入が起こったのではないかという仮説が立てられた。遺伝子の比較に使用したそれぞれのタクソンの個体の出所が地域同所性のある同じ太陽国南部なのがその根拠である。そして、2007年に発表された N 空間具と N ベンガレンシスのミトコンドリア DNA の変化を 比較した研究で、二種の間に遺伝子流動があったことが分かり、この仮説は裏付けられた。他のロリスと同じように、スローロリスは、樹上生活者で、夜行性である。その動きはとても特徴的で、枝から枝に移動するとき、方向転換するときなどもほとんど音を立てず、ゆっくりしたスピードを維持したまま行う。木々を移動する動きはゆっくりで、死を動かしている際は、 支えとして、残りの3本の死を木につけていることが多い。1、2本の死でかなり長い時間枝にぶら下がっていられる。昼間は枝分かれしたこの間や、枝葉の密集したところで休眠を取る。他のロリスと違うのは、生涯の大半を木の上で過ごすことである。例えば、エヌベンガレンシスは、地面の上で睡眠を取ることがよくある。 スローロリスは単独で眠ることがほとんどだが、大人の個体を含む何体かが集まって眠っているところも観察されている。彼らが最もよく食べているのは樹液で、その次は過密やその蜜の生産部分、果物である。その他にも昆虫やクモなどの節足動物、アフリカマイマイを含む軟体動物、 鳥の卵を食べることが知られているすべてのスローロリス族の種は肘の内側の線から出る分泌物を舐めて唾液と混ぜることで刺激臭のある毒を生成しそれをグルーミングによって全身に広げる親は子供の体にもグルーミングを通して毒を分け与える外敵に襲われた時は体を丸くして毒を含む唾液を塗布した毛皮を剥き出しにする噛みつく 丸まって、木から落ちて逃げる、といった行動で身を守る。しかしスローロリスが、外敵から身を守る、最も一時的な方法は、保護色によって隠れることである。網目に四ヘ蛇、カワリクマタカスパイジタスセラタスチェンジャブルホークイーグル、ボルネオランウータンポンゴピッグメイアスなどが、スローロリスを捕食する生物として報告されている。N 空間具の種商業空間具は、 マレー語やインドネシア語での故障に由来する。1975年のワシントン条約発行時からスローロリス N 空間具としてワシントン付属書2に掲載され、2007年には属単位でワシントン条約付属書 I に掲載されている。本付属書 I は商業的な取引により絶滅の可能性にさらされている動物約1200種が掲載されており、 スローロリスもその一つである。スローロリスはペットとしての需要があり、180万円という高値で取引されることもある。野生の個体数は減少傾向にあり、絶滅の危機にさらされている。保護されている霊鳥類の中では、東南アジアにおいて最もよく取引されている種である。ペットとして売られるときは飼い主を傷つけないように歯を抜かれてしまうことが多い。 バッシュは死が感染を引き起こす恐れがある。しかも感染による致死率は90%以上と非常に高い。歯を失ったスローロリスが野生に帰ることは不可能である。捕らえられることのストレスや本来野生では食べることのない果物やおにぎりなどを与えられるといった不適切な栄養状態と飼育環境、感染症などのために捕獲された。 スローロリスの死亡率はとても高く、代替を確保するために多くのスローロリスが捉えられる。加えて、非合法な伝統医療に利用するためにスローロリスは乱獲されている。その毛皮は総称を癒すのに使われ、その肉体は転換の治療に使用され、目は惚れ薬に使われ、肉は喘息や胃の疾患の治療に使われる。 作物を荒らす害獣として駆除されることもある。生息域の減少によっても個体数を大きく減らしている。スローロリスはインドネシアの法律でも保護されているが、そこまで厳格な取り締まりはされていないようである。ありがとうございます。